Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ダイイングライト2の新情報をね、紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、ダイイングライト2開発新情報 Q&A 第2回の内容を解説ということでね、また前回 Q&A 形式で開発陣がファンとかコミュニティの質問に対してね、答えていくみたいな感じで、その新情報とか紹介してて、で前回はマップの広さとかグラップリングフックとかがどうなるのかとかね、答えていたんですけれども、まあ、概要欄にね、詳しく知りたい方はリンク出しておきますので、よかったら前回のやつもね、参照してほしいんですけれども、第2回目がね、行われたということで公開されていたのでね、今日はその内容を紹介したいなと思います。でまずダイイングライト2、どんなゲームかっていうのをね、軽くさらっと紹介しておきたいんですけれども、FPS 一人称視点のオープンワールドゾンビサバイバルアクション RPG ということになっております。で基本シングルプレイなんですけれども、4人コープにも対応しております。あと PVP にも一応対応していて、ゾンビ側になったりして、そのプレイヤーたちの邪魔をするということも可能です。で世界に影響を与えるようなストーリー分岐、世界がね、全く変わっちゃうような感じのストーリー分岐が無数に存在するということで、まあ、世界そのものが変わっちゃう、街の様子がそのものが変わっちゃうようなやつはそんなにたくさんはないんだけれども、でもそれ以外のいろいろキャラクターが変わってくとか、いろいろ見た目が変わってくとかいう分岐が、ね、多数あるという感じです。でパルクールアクション、ビルとかを忍者みたいにぴょん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 飛んでいくみたいな、そういうパルクールアクションが非常に爽快だというので有名です。で1の方はもう500万本以上売れた超人気作品なんですね。でそれの続編ということで、ストーリーもその1のストーリーの数年後みたいな、15年後だったかな、なんかそんなような感じで、何年後かの世界観ということになっております。で最近開発陣は Q&A 形式でね、ファンの質問に回答するというスタイルを取っているんですけれども、今回第2回目が行われましたよという感じです。で Q&A 形式なんだけれども、その中に2ではこうですみたいな新しい情報がたくさん入っているということなんでね、ただ英語しかまだ出てないので、まあ、日本語でね、今日は紹介していきたいなと思います。で第2回目に取り上げてた質問は全部で9つということなんで、1つずつねやっていきましょう。で最初の質問なんですけれども、主人公は1と比べて、これは予告編を見てということだと思うんですけれども、1と比べてなんとなく頼りない感じがするんだけれども、2でもそのクレイン、1の主人公ですね、クレインみたいに成長していって、最後すごくなんかかっこよくなっていくのかみたいな、なんか頼りがいのある人物になっていくのかみたいなことが質問で出てたんですけれども、それに対して2の主人公もやっぱりクレインのように成長していくと、その過程を見ていくのもゲームの大きな要素であるということみたいです。でプレイヤー、ただプレイヤーの選択肢によってどんな人物になっていくのかが決まるシステムを取っているから、成長はしていくんだけれども、どういう風な人物に最後なっていくかはプレイヤーが決めることができるよということを強調していたので、だから まあ大きく2つ派閥があるんですけれども、そのピースキーパーといって、その秩序を守っていきたいみたいな感じの人たちなのかと、そっちとやっていくのか、もう一つはなんていうのかな、結構マフィアみたいな感じの、もう自由にサバイバルで生きていくみたいな感じの人たちがいるんだけど、名前ちょっと忘れちゃったんだけれども、そっちの方に着くかでかなりその人物像が変わっていくんじゃないかなという感じだと思います。これはね、面白いと思いますね。どんな感じの人間になるのか、残虐非道になっていくのかとか、なんかそういうことも選べるのかなって感じなんだけれども、で2つ目の質問が GRE という組織が1であったんですけれども、ダイイングライト1の、まあ、世界救済活動会でいいのかな、日本語訳だと、これがあったんだけれども、この世界救済活動会、クレインもここから投下されたエージェントだったんですよね。何かを回収してくるみたいな、でもちょっと失敗してみたいな感じで、そこに留まることになってみたいな感じで、でもその町の世界の人たちと一緒に生きていくことにしたみたいな、なんかそんな感じのストーリーだったと思うんだけども、まあ、2にもその世界救済活動会は出てくるのかということなんですね。この GRE が毎日というか毎週のように飛行機で投下、物資を投下してくれてて、そのおかげで人々は生きていたみたいな、あとはゾンビ化を免れていたみたいな、そういう薬もワクチンみたいなのもね、投下してくれてて、その薬のおかげで人々はゾンビ化しなくて済むみたいな、なんかそういうこともあったんだけれども、それが何年後かポストアポカリプスが起こってからもう何年も経った後も存在するのかと、2でもそいつ、その GRE たちが出てくるのかと
という質問があって答えは出てくるということで、 GRE は2でも重要な存在だと、組織だということみたいなんですね。で1から2の間にでも何があったのかがいろいろ語られることになるだろうという話になっているので、ストーリーを進めていく上でも、もしくはサイドクエストとかでなんか文献とかを調べたりしていく上でも、この GRE っていうのが1の後どういうことをしてどういう活動をしてきたのかみたいな、そういうことがねいろいろ書かれてるらしいんですね。だからその辺がね1の後どうなったかというのをね楽しく追っかけていけるよみたいな感じでは話しておりますね。で3つ目の質問で、ロマンスはあるのかという話があって、あるにはあるんだけれども、そのバイオエアとか私の感じだとアサクリみたいなね恋愛要素、そういうのじゃなくて、ただストーリーの中の一環としてロマンスがあるということみたいです。だから 恋愛とかするのかな、 NPC 同士の恋愛とかも書かれてるらしいし、その主人公のエイデンが主人公なんだけれども、エイデンとその中での女の人たちとのその三角関係じゃないけど、なんかどっちを選ぶとか、なんかそういうことはできないみたいなんだけれども、なんかそういうなんていうの、恋愛ストーリー、恋愛模様みたいのはあるみたいです。ちょっとその辺はよくわからないんですけれども、なんかあんまり詳しくは喋ってなかったけれども、開発の人はあんまりそんなに興味はないみたいなロマンスのことを書くことにそこまで興味はないみたいな感じで言ってたんですけれども、なんか一人ものすごく強い女の人がいてみたいな、キャラクターが強い女の人がいて、その人となんかどうするこうするみたいなことはちょっと言ってたけれども、まあ、とにかくねストーリーの一環としてロマンスはあるということなんだけれども、自分でこう相手を選んで好きなようにこう恋愛していく、別れたりとか付き合ったりとか、そういうことはないということみたいです。で次の質問が、最もまあ標準的なエンド、分岐がたくさんあるっていうのは分かるんだけれども、開発陣が用意しているストーリーとして最も標準的なエンドはどんなやつなのかという質問があるんですね。でもちろんエンディングだからはっきりとは言えないけれども、ストーリーはダイイングライト1とつながっているということで、クレインが取った行動が2では大きく影響してくるらしいと言ってるんですね。これなんとなく引っかかる言い方をしてるんだけれども、これって1のセーブデータがあるかないかで、1のエンディングの分岐のセーブデータがねあるかないかで2のストーリーが変わってくるのかなみたいな、なんかそういうこと、 1のセーブデータがないとなんか全部はちゃんとわからないのかなみたいな、なんかそういう言い方をしてたんですよね。だあれと思ってこれどうなるんだみたいな感じなんだけれども、どうなんだろうね。ウォーキングデッドとかだったら、そのシーズン3とかシーズン4とかも出てんだけど、その前の選択肢がどんなだったかっていうのをセーブデータがあると選べるようになるみたいなのはあったんですよ。プロローグのところで、そのこの時私はそのリー先生はこういう行動を取ったとか、ああいう行動を取ったとか、そういうことは最初に選べるんだけど、やってなくてもある程度は選べるみたいな、なんかそんな感じにはなってたんですけど、もしかしてそういう要素あるのかなみたいな、まあ、そうだったらまた面白いね。ワンをやってた人にはこれは嬉しい追加機能だとは思うんですけれども、まあ、楽しみですよねという話です。質問で、人々はまた政府とかその技術力を再建できるのかと、それともただ殺伐として世界でこう滅んでいくだけなのかみたいな質問があったんですけれども、まあ、世界観の話ですよね。で開発陣の答えは、ゲーム内で世界がポストアポカリプス前に戻るような、現代社会みたいに戻るようなエンドは用意していないということらしいです。で理由はもうすごい単純で、退屈だからそんなエンドは退屈だからということらしいんだけれども、だ科学的にそれが可能かどうかじゃなくて、もうとにかくそんなストーリー退屈でしょうみたいな話でないということみたいです。ただどういう世界に変えていくかはプレイヤーが選べるということみたいです。だから未来をどう変えるかは、その用意した中でだけど、用意した中でどう変えていくかはプレイヤーが選べるようになってますと。だから技術力を取り戻すとか、そういうことも可能かもしれない。取り戻すというか、また新たな技術力を作っていくとか、新たな政府というか組織体系を作っていくとか、なんかそういうことは可能だけれども、その前の世界に戻ろうとか、そういうことはないということみたいです。まあどうなんだろうね、前の世界みたいに戻ってった、やったハッピーエンドっていうことは確かにないもんね、こういうゲームで特にダイイングライトの世界観でそれはありえないだろうみたいな感じはするんだけど、
で次の質問でダイイングライト1のキャラクターとか NPC のねなんかキャラクターとかも含めて主人公も含めて2に出てくるのかという質問があるので、これは私も気になるなと思ったんだけれども、答えはノーだそうです。出てこないそうです。ただしストーリー中の資料とかその過去の文献とか過去のなんか情報とかに1の人たちがたくさん出てくると、しかも1が起こった後、1のストーリーの後どういうことをクレインたちじゃない、クレインたちがしてったとか、そういうのがたくさん出てくるということみたいで、全く登場しないわけではないんだけれども、その話の中には出てくるみたいな、たくさん出てくるみたいな、そういうことみたいです。だから1のその後の追体験みたいなのも一応ムービーとかないと思うけど、追体験的ななんか資料とかはたくさんあるよみたいな、なんかそういうことみたいですね。だから1やってた人本当2がさらに楽しめるんじゃないかなって思うんでね、今のうちに1をやっていくというのも手じゃないかなと思うんだけれども、まあ、まだまだね2の発売いつになるかわからないので、延期した後まだねいつにするという情報は全く出てないという感じなので、今年中に発売したいなみたいなことは雰囲気は言ってるんだけれども、まだでも言わないみたいな、なんかそんな感じみたいですね。だ来年かもしれないということです。でダイイングライト1のエアドロップのようなオープンワールドのイベントは出てくるのかという質問があって、そのクリアした後かな、メインストーリーをクリアした後とか途中で終盤になってくると、GRE の飛行機がエアドロップをボーンって街中に落としてくるんですね。でそれが物資とかも入ってるからそれを取り合うみたいなイベント、ワールドイベントが出てくるんだけれども、それを取ると報酬で持って帰るとなんかすごくいいリワードがもらえるとか、なんかそういうなんていうのかクエストみたいのがいっぱい出てくるんだけども、そういうオープンワールドイベントみたいなのがあるのかと、やってもやんなくてもストーリーは進められるよみたいな感じなんだけれども、やっておくと強力な武器とかが手に入りやすくなるよとか、素材がたくさん手に入るよとか、そういうことだと思うんですけども、で答えはダイイングライト1よりも多く用意してありますということみたいです。で特に GRE の検問検疫所跡というか、旧検疫所、放棄された検疫所とかいろいろ研究施設とかあるらしいんですよ。簡易研究施設じゃないけど、だからデイズゴーンみたいな感じですよね。デイズゴーンもたくさんありますよね、その検疫所の跡とか、その避難所跡とか、キャンプ跡とか、ああいうのが結構たくさん出てくるということみたいです。でそれを探し、そこを探索してそこから得られるものをたくさん取ってくるみたいな、なんかそういう要素、オープンワールドイベントがあるみたいですね。もちろんエアドロップもあるということらしいので、だから1よりもたくさんいろいろあるよという話になっております。で2つの派閥があるってさっき言ったんですけども、世界観の中に2つ対立してる派閥があって、でどっちにつくかでストーリーが大きく変わるということなんだけれども、この2つの派閥は街にどういう影響を与えるのかというのを知りたいっていう質問があって、それについてはだどちらに主人公がつくかで大きくストーリーが変わると、街の様相も大きく変わるということなんですね。ピースキーパーと呼ばれている方は、まあ、軍隊ベースのクリーンな感じの組織で治安維持というのにちょっと重点を置いているということなんですね。なので街の移動とかが検問とか出てきたりしてやりにくくなる、ちょっとこそこそしないといけなくなったりするみたいなことがあるらしいんだけれども、もう一方の方の組織、派閥につくと、そっちはサバイバーベースでその農業していたり、なんていうの、狩りしてたりとか、そういう方に重点を置いてて、サバイバルすることがベースということなんで、結構自由な感じになると。なので街の移動がかなりしやすくなるんだけれども、ちょっと無法状態になると。だからそこらで喧嘩が起こるしみたいな、なんか敵対してる人もが来たらその殺し合いが始まってもおかしくないみたいなさ、なんかそういうこともあるみたいな感じらしいんですよね。だなんか一長一短あるという感じらしいので、どっちについてもいいのかなって感じなんだけれども、まあそういう風にね作られているということみたいです。で最後の質問で、どこにも所属しないで、どっちにも陣営につかないで、一人で全員敵に回して生きていくことは可能かと、そういうオープンワールド的な要素はあるのかという質問があったんですけれども、それは世界観的にこの世界、ダイイングライトの世界では味方がいないとすぐに死んでしまうと、ただ一匹狼みたいにして生き残っていくということは不可能だと思うので、一匹狼というストーリーは用意してありませんということみたいです。だから陣営を選ばないで、どっちにも所属しないで、そのなんか第3のエンドに行くみたいな、なんかそういうことは用意してないよということじゃないのかなって話ですよね。
これはこれでどうなるかな、一匹狼があったら面白いかなと思うけどね。でも確かにもうね、常にね注射打ってないと感染した人はし、ね、すぐゾンビ化しちゃうし、どっちかに所属してないってだけですぐね、もうてとか両方的ってかなりやばいよねみたいな状況だから、やっぱどうなのかな、すぐ死んじゃうんだろうねって話で終わりだと思うけど、まあその中でもめちゃくちゃ強くて生きていくんだみたいなのをやるのがまた楽しい、ゲームの楽しみではあると思うんだけどね、まあ、それは用意してないということみたいです。ということでですね、今回の質問 Q&A 形式の質問はこれだけということになっているんですけれども、結構ねストーリーに関してたくさんね新しいことが出てきたという感じですよね。エンディングのことに関してあれはあるのかないのかというのははっきりしてね分かりやすいかなという感じです。皆さんはどう思いますか？よかったらねコメント欄でご意見の方をたくさん教えてください。それではね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また何かね新しいニュースとかありましたらねお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きダイングライトライフをお祈りしております。おいじゃまたね。